最も遅いと言われた、はい、すいません筆の遅い柳先生お願いします。早書きで2枚書けるんでしょうか爪で当てを作るのはなしです。1枚でいいです。あ、りました。お脱ぎになりました。本気を出します。お脱ぎになりました。なんか先生のやつあります？大丈夫です。大丈夫ですか？おどれでもないです。あ、また当たりつけたあ、また色紙回し始めた。眉毛じゃないですかね。これはそれ眉ですね。福本さんと前だ。この安井子先生の前から書くっていうのがこのような進化系を遂げているのはどういうか。ニュータイプっていうんですか。最近知った単語。最近知った単語なんですけどね。結局ララは何しに来たんだよつまり。わけわけ。だからあのお母さんになるっていうのもよく分からなかったね。誰が余計なこと言ってる。幸せ母ちゃんじゃなくて嫁になるために来たの。グラップラーバギの話しようぜ。はい、バギの話しましょうね。はい、今どなたが書いてると思ってる。そうあのもうバギの話をしないといけません。はい、できないんでしょ。無理して。すいませんでした、言葉が足りなくて。板垣先生今すごい忙しいですからね、うん、連載あちこちに今持ってるから。土下座のあの話はありがとうございます。このさりげないあれを拾ってくれて。あれは酔って考えた企画なのかな、ね、だからあれはでも戦わない戦いっていう表現としてね。なるほどなんか俺はすごい楽しみなんですよ。あ、最初からなんかあの降参するっていうことですね、うん、肉体の比べ合いはもう散々されてるじゃないですか。だからそうじゃないところね。あと自殺を止めるなんかこうなんかそういうのもありましたね。だからなんかなんていうんですか、変な話、うん、そのグルメ漫画の人がうんこの漫画描くよね。そうですかそういうなんか、うん、なんかすごいものを感じるんですよ、シャーマン、うん、それはすごいですね。この間の土下座は逆にエビ沿ってたシーンもあったように思ったんですけど、これはあのスルメのようにひっくり返ってるなと思って。いろんな展開だからいろんなことがあるでしょうよ。そうこれは今ちょっとね、あ、ごめんなさい、どうぞ。親父じゃなくて息子ですよね。あ、素晴らしい。今ちょっとあの板垣先生の話聞いてたら、回転させるんですってね、あの板垣先生絵をね、あの、あのこの世で回転させるタイプの方は2人ぐらいしかいらっしゃらない。2人しかいないです。2人しかね、私が知ってる限りで認識するのに原稿を回転させるタイプの方って。あ、結構周りにいますけどね。あの、そうですか。え、藤田さんどうなんですか。あと俺は回転させないんですけど、そうですか。曽田さん、シャカリキとかめぐみの大悟の曽田さんはガンガンにあの回転させるって言います。原稿を折ってる方は大抵あの原稿を折るって分かります？片っぽをこう折ったりしてる人はぶつからないように、うん、あの回転させる人なんで、はいはい、結構いるみたいですけど。板垣先生に2枚お願いしたのやはりなんか。いや、これでもね、あの多分いつもの3倍早いです。俺もそうです。でも2枚書いてほしいですね、うん。だってかかる人に頼んでるわけでしょ？はい。諦めなきゃ。そうですね。ね、皆さん覚悟してくださいね。だってそうじゃないと自分の絵にならないんですもんね。でも今日はかなり早く描いてもらった、うん、今日はかなり早く描いてもらった、うん、あります、赤あります。そう、あ、赤目にしてくる、いつも色変えてくるでしょ。おバキですね。あ、バキになっちゃいましたね。じゃあ、はい、ブルーあります。
今日は、2012年の4月3日です。2012年の、え、そこ笑うところですか。4月の3日です。名前もサインをお願いいたします。かけこれで飲み屋のお姉ちゃんがもうバッチリなんですよ。うわー、かっこいい。あー、ほらほら、ありがとうございます。もう一枚お願いできますか。はい、お願いします。シャーマンいきますか。あー、すごい要求が。じゃあお父さんがあのスツールで大開脚して休んでるっていうのがすごい好きなんです。あ、もうそれはバケじゃない方がいいですかね。あと、ちゃぶ台を怒って割るっていうシーンもすごい好きだった。裕次郎とかはいいですか。ありがとうございます。ちょうど今だね。裕次郎嬉しいな。裕次郎さんは嬉しいですね。どっちですか。裕次郎が見たい。どっちがいいですか。花山と花山。じゃあ花山お願いします。いいよな、花山さん。あ、前回は花山書いてないですからね、うん、そうですね、書いてもらってないです、書いてもらってないですね。ついやっぱりかっこいい。あ、また回ってますわ、これ。ね、眉から書くでしょ。ね、うん、だってそんなことしたら顔に収まらなくなったら大変じゃん。何が。中の具が。中の具が。中の具ってなんですか。この辺具って言うんだ。具、お弁当の中みたいになっちゃって、負けてたら大変かなと思ったら、最初に顔の輪郭描いて当たりつけないと、なんか中に収められない、ね、収められないかな、はい、そんな話初めて聞いた。おお、板垣先生からビールを持ってきてくれと。はい、あのシャーマンの主人公がどうしても田代正史に見えて仕方がない。前から言いたくて。いや、だからシャブ打つ前のね。あの、手紙もらいましたよ。あ、そうなんですか。うん、高知省から来た。あ、本当に。あ、絶対僕でしょうって、やっぱり。あ、で、だって私そう見えるもんだって、ずっと。最初そのつもりで。あ、そうだったんですか。シャーマン違うよ。シャーマン違う。今板垣先生の担当の方から、うん、手肉をいただきました。あ、漫画家の中で一番男性に、新人男性漫画家に恐れられてる人だと思うんです。多分。うん、女性漫画家には一番人気なんじゃないでしょうか。そうなんですか。モテモテなんです。へえ。あの、老いも若きもきちんと口説いてくださる方なんです。あ、なるほど。はい、あの、ばあさんだから行かない、ブスだから行かないっていうことはないんです。非常に平等に口説いてくださる。なるほどね。はい、あの、非常にあの、そういうね、あの、フェアですよね。フェアな方なんですね。ですね。で、言いながら、あの、ちょっと目下の人の半端な前は許さないというあのですね、あの、自衛隊魂ががっちり出ましてですね。はい、去年、あの、うん、福本さんがあれされた、はい、あの、福島のチャリティーの時に、はい、板垣さんもいらっしゃって、で、あの、西原さんとか、あと、東原さんとか、で、あの、福本さんと西原さん泊まっていったんですけど、浦沢さんと板垣さんは当日で帰んなきゃいけなくて、はい、で、サイン終わって帰る時に、板垣さんは、
西原さんと東村さんにウインクして書いてあるんですよ。じゃあ、はい、頼んだみたいな。ちゃんとウインクと投げキスもしてください。投げキスもしたんですか、はいはい、これを聞いて僕はね、とてもね、感動しました。なるほど。これはね、すごい。もうすべてのね、きっとね、平等に口説いてくださるんでね、私たち非常に嬉しいですねって。いや板垣さんの表情ですね。向こうから歩いてきたら嫌ですよね、こういう人はね。僕はでもね、花山薫とか柴千春は、あの震災の直後にボランティアに行ったような気がしてるんですよ。あ、そうですね、うん、なんか組員連れて、うん、あ、行ってますね、行ってますね。なんかそんな感じがある人ですよね。いいですね。見とれちゃうな。見とれちゃいます、ね、でこれで結局最後福本さんまで書き終わったら終わっちゃってるんじゃないですか。僕もね、それでいいな。実はそれを思い、でもきっと吉田さんと伊藤さんはすごい早いと思うんですよ。速報早書きのお二人だと思うんで。かっこいいな。漫画家は目が重要ですからね。この目力どうやったら出るんだろう。そうですよ、鼻尖り力ダメなんですよ、弱いんですよ。確かにね、それはね、それに関してはおとなしいですよ、俺は今日は。なぜよりによって鼻なのか、あんたがみたいな。鼻は置いとけっていう。こっちの目の話をしてんだ、うん、なんでそんな尖ってんの、尖ってんのって言ったら、ね、私に向かって大声で言って、ね、全ての漫画家は福本の武器になりたいんだよ。あ、それは言った。ジュリオちゃん泣きながら、あのぐらい個性がないと、これぐらい尖ってないとって言って、相手が顎だからあんた鼻なのって言われて。あー、かっこいい。おー、かっこいい。どうもありがとうございます。いや、素晴らしいですね。すごいな。かっこいいぞ。かっこいいですね。じゃあ、吉田さんお願いします。